グレゴリー・シャミトフは、カナダのモントリオール出身の技術者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。2008年に、第17次長期滞在及び、第18次長期滞在で、国際宇宙ステーションに6ヶ月滞在し、また2011年には ST、STS-134 で15日間宇宙を訪れた。STS-134 は、 スペースシャトルエンデバーの最後のミッションでアルファ時期分光機が運ばれソスが完成した。シャミ・トフはモントリオールでロシア系のユダヤ教の家庭に生まれ6歳の時にアポロ11号の月面着陸を見て宇宙飛行士になることを志した。以下の学校を卒業した。学部生時代にシャミ・トフは回路設計を教えー・フェーズシステムズ当たり ノーテルネットワークス、IBM で夏のインターンシップを行った。卒論テーマとして自律制御ロボットを作った。マサチューセッツ工科大学及びチャールズ・スタック・ドレーパー研究所ではいくつかの NASA のプロジェクトに携わった。ハップル宇宙望遠鏡の展開の際の安定性の分析、スペースシャトルの自動飛行システムの更新の設計。 フリーガム宇宙ステーションの高度制御システムの研究等を行った。彼の博士課程のテーマにより、超音速機のロバストで賢い飛行制御への新しいアプローチが発展した。1993年から1995年まで、シドニー大学の客員教授を務め、自動飛行機の開発グループを率い、また、飛行力学と制御の授業を担当した。 飛行機や宇宙機の制御、軌道の最適化、火星ミッションの設計等、多くの論文を書いている。1995年、シャミ、トフは、ジョンソン宇宙センターのミッションオペレーションズダークターットの、モーションコントロールシステムズグループに加わり、宇宙機の高度制御のモニタリング、予測、分析、手動最適化のためのソフトウェアを開発した。1998年に、 宇宙飛行士の候補に選ばれ、1998年8月から訓練を開始し、2000年にミッションスペシャリストの資格を得た。国際宇宙ステーションの第9次長期滞在ではカプコンを引き、第6次長期滞在では乗組員の支援を行い、機体上での手順の開発等を行った。2002年7月、ネーモ3ミッションの一環として、9日間、 海中居住施設アクエリアスに滞在した。第15次長期滞在、第16次長期滞在では、フライトエンジニアとして、STS-117、STS-120 では、ミッションスペシャリストとして、共に、クレイトン・アンダーソンのバックアップを務めた。シャミトフは、国際宇宙ステーションの長期滞在ミッションに従事した。STS-124 の、 ミッションスペシャリストとして打ち上げられ、第17次長期滞在では、フライトエンジニア及びサイエンスオフィサーを務め、6ヶ月の任務を終え、STS-126 で地球に帰還した。個人的割当の一部で、シャミ、トフは、初めてベーグルを宇宙に持ち込んだ。いとこがオーナーを務める、モントリオールの有名なベーグル店である、フェアマウントベーグルのゴマベーグル18個を3つの、 バックに入れて持ち込んだ。彼はまた、ベルクロのチェスセットを持ち込んで、ミッションコントロールと白熱したゲームを行った。第18時長期滞在の初めにリチャード・ギャリオットが滞在すると、シャミとフとギャリオットは、宇宙空間での初めての手品ショーを撮影した。また、ユーリ・ロンチャコフ、マイケル・フィンク、ギャリオットと共に、宇宙空間で初めて SF 映画、 アポゲオブフィアーの撮影を行った。ミッション中にスフィアーズで実験を行った後、彼は高校生がロボットをプログラムするゼロロボティクス協議会を設立した。最後から2番目のスペースシャトルのミッションである STS-134 では、シャミ、トフはミッションスペシャリストを務めた。2度の宇宙遊泳を行い、国際宇宙ステーションを完成させた。 現在は、シドニー大学で、航空宇宙工学の教授、テキサス A&M 大学で、応用工学の教授を務めており、宇宙船の設計、操作、ダイナミクス、制御等を教えている。シャミ、トフは、医学博士、公衆衛生学習士のアリソン・シャンタル・ケイビーニスと、結婚し、二人の子供、ナターンシャとディミトリがいる。趣味は、スキューバダイビング、 トレッキング、航空、スキー、ラケットボール、合気道、ジャグリング、手品、ギター等である。チェスも趣味で国際宇宙ステーション滞在中に地上の人と指したこともある。ありがとうございます。